はい、皆さんこんにちは、熊谷康政です。今日もレジャパックシリーズで、マイロールで残すところあと2回となりました。今日はラストコーラスです。7コーラス目の最初の4小節を行ってみたいと思います。こんな感じで全体弾くと、コードは、Aフラットオーギュメントメジャーセブンオン G で、その半音上がって、オーギュメントメジャーセブンオン G シャープがこうなって C7 のところで1、2こんだけなんですけどね。で、次 D フラットマイナーのところで、この4つの塊をいきたいと思います。とりあえず譜面で確認してください。はい、そういうことでした。ですね、最初のここは前にこういう形のあったんですね。これはメジャーセブンから入って、まあ、C、ここ A フラットの上に C なんだ、 C アドナイン、 C メジャーアドナイン、塊を弾くんですね、要は。まあ、これルートは G なんだけど、コードが A フラットあれなんで、 A フラットで考えると、1、2、3、 A フラットから超3度上の、メジャートライアードとアドナインを弾けるっていう、まあ、規則ですね、これね。規則性があります、ね、どこでも。めちゃめちゃ収まりも良くて簡単で、非常に使いやすい、メジャーオーギュメントメジャーセブンのフレーズだと思っております。と、まあ、これはもう簡単、これで使えます。そんで残りの2つなんですけど、こっちがまあこれだけっていうのもあるんですけど、意外とやってみたらこの塊もいいなと思って、 C7 の1、2って言って、まあこれオルタードとかフィフスダウンスケールとかにで使えますね。フラット9とこっちがフラット13でセブンス、こんだけの塊なんだけど、なんかジャイアントステップスとかだったらこういうとこで、ここで急にオルタード的なやつになるっていう、ここでもいけますね。 G フラット7、ちょっと暗くなるから、難しいですけどね。こんな感じで、やばいやばい、ここ D7 とこね、何がいいかな、ちょっと若干難しいんだけど、まあ、バリエーションはいくらでもあった方がいいんで、ちょっと気にしとくとこれいいんじゃないかなと思って、短い2拍のフレーズの2-5の時に使いますね。2拍2拍の2-5。そんで4つ目がデデデのこれなんですけど、これだけかっていうのもあるんですけど、この塊、これはまあ C マイナーで言ったら、13です。なんで完全にドリアンスケールの感じですね。で、この塊、これまあなんつったらいいのかな、こっち、ここがヨドの感覚あって、このあれが、これはまあここから数えたら超2度ですけど、この塊が結構他にもあって。
とメジャーセブン入る。で、セブンスだったら、ここのイレブンスから、ファー、F、B フラット、G。あともう一個、ルートから、1、イレブンス、ナインスで。こういうのも結構。強いアウトな感じしますね、結構。こうやってもう完全に全部アウトしても、まあ、効果的ですよね。まあどこでもこのモチーフをいっぱい動かすだけみたいなので、結構ソロの序盤とかなんかできますよね、このモーダル系の。こういうモーダル系の、するんで、まあその一環だと思って、このアイデアはいいなと。あ、こっちか。今回は16っていったところですかね。まあ別に本人はこの曲の中で一瞬で吹いてるだけなんですけど、まあこういう使い方もあるよっていうことをやってみました。それでは皆さん、今日はこういったところでお開きにしたいと思います。チャンネル登録よろしく。さよなら。